はい、皆さんこんにちは。ヘナです。タカです。ヘルティブログです。私たちは岐阜県の大垣に来てます。やってきました。大垣市川下りをねやらせてもらいます、はい、まずは小腹が減ったから。小腹が減った日本人みたいな言い方して外国人のドイツ人なんですけど小腹が減ったはすごいね。あ、和菓子のお店は知られてた。小腹が空いたからね。そう、社長そう行きましょう、はい、社長が小腹空いてるから行きましょう。はい、はい、あ、これだね。これこれ金長園さん。あまり綺麗じゃないけどこれを食べたい。金長園饅頭、大垣名物。お、来た。これ名物のやつ食べます。緊張饅頭。酒の匂いする。うん、あんこたっぷり。わお面白い。わ、甘すぎず、なんかさっぱりしてる感じだね。もっとあんこがいっぱい入ってるから甘いと思ったから全然さっぱりして美味しい。めちゃめちゃ甘くないね。うん、こちら、桜プリンでございます。めっちゃさっぱりしてる。うん、爽やか、ね、ちょっと塩辛くて、うまい。うまい。あ、うまかった。小腹が空いてたけどね、満たされたね。そうだね。来ました。水の都大垣川下り受付します。なんか手袋を渡されたよ。意味あるかな。手袋意味あるかどうかは分かんないけど検温と消毒と手袋。ここの奥だね。あそこに船乗り場がある。お、船頭さんもいる。あ、ライフジャケットも着るんだ。すいません、ライフジャケットの方今日お願いします。わ、お水本当に綺麗だよ。あ、本当だ、綺麗じゃん。あ、そうですね、はいはい、貸し切りだったね。あ、こんにちは。あ、わー、雰囲気いいね。水めちゃくちゃ、なんか下に藻みたいのが生えてるね。食べれるんですか？食べれないこの藻があるから水が綺麗なんですか？いや、そうじゃないですけどね。髪の方でね。あー、湧き水。この川にやってきたのは、この水の川になります。なるほど。やはり元はね、やっぱ大垣はね、紡績の町ですから。なるほど、その湧き水が綺麗だから、そうですね、この川もすごい綺麗なので、透明だもんね、本当に、ね、いや、そうです。これが大垣城の大堀、お堀の跡だって。ここ、うわ、めっちゃ綺麗。前やば。到着。めちゃめちゃ雰囲気のいいところに到着したね。そう、はい、ありがとうございます。到着しました。船下り終わりました。大垣の川めちゃめちゃ綺麗だねという印象。そう、すごい綺麗だって。で、桜、あと橋、あといろんな情報。そう、あの船頭さんが前と後ろに2人いていろんな情報をねくれるから、同時に喋ってた。そう、同時に喋ってトゥーマッチインフォメーションだったけどあっという間に30分終わっちゃいました。プレゼントしていただいた大垣の水。おいしい大垣のお水って書いてあるよ。飲んでみましょう、どれだけおいしいか。はい、冷たくないのはちょっと残念だけど。ポーレナさんあの、私毎日ずっとお水飲んでるけど、そんなに水の細かい違いとかは全然わかんない。カットカット、俺が教えてあげる。どうやって飲めばいいか。カットカットしない。大垣の水いただきます。バカ、うま嘘つき。ミネラルのバランスが抜群。
これはすごい本気で言って普通の水ですだよね違いが分かりませんあれもなんか柔らかい気がする分かります、ね、あのなんかトゲトゲした感じがない pH は 7.8 7.8 ってことは中性ちょっとあのいいちょっとアルカリ性によってんのそうアルカリ性によってるからってことは柔らかいってこと俺のコメント合ってたってこと合ってた天才かもしれない天才天才かもしれないもうはいというわけで続いては大垣市にある和菓子屋さんですね到着しましたこれだねこれ土屋さんめちゃめちゃいい土屋田原町本店さんうわ建物かっこいいねえ昔ながらの感じだねはいというわけでお菓子の土屋さんで桜餅を買いました桜大福ですね全部一緒桜の甘いもの土屋というお店は1700何年からもの歴史もあるし、建物自体は1880何年だったすごいねでこっちの看板はローマ字が書いてあるのが、うん、その作った時代にローマ字で何かを書くのが非常に珍しかったです実は土屋さんね、柿羊羹で有名なんだねそう、でも柿羊羹がこれぐらいそう、でかくてね、ちょっと食べるには桜大福を食べて、私たちはあの大垣城に向かいますうんおいしいのうまあ、こっちのあんこはねしっかりあんこの味がするあんこでかい神社があったね今、大垣公園に入ってそうねどこかにお城もあるはず大垣城見つけたよこっちにあるよ大垣城見つけましたかわいいよあ、入り口あ、なんかかわいらしい本当だね、なんか大垣城すっごい真っ白で綺麗だねああ今日乗った船は桜のシーズン限定でやってる川下りですねそういう船下りにやってみたい方は一度自分で調べてみて、はい、大垣市にぜひお越しくださいませこの動画をここで終わりにしたいと思います楽しかったならいいねボタン押してくださいチャンネル登録まだの人は登録してくださいね嬉しいですではまた次の動画で会いましょうねバイバーイ